集まれ動物の森。あら、しずえさんからの挨拶になってる。たぬきちだったのに今まで。皆さんこんにちは。ただいまの復帰不当の時刻は2020年ロロロロロロロ。これやばいな、しずえファンに怒られそうだな。やめとこう。はい、どうもなぎです。で、なんか久々だね、こういう感じで集まりをするのって。なんか普通に自分のワールドを動くのは久しぶりなんですけども、今日の日付は4月13日月曜日1時。まあ、今日撮ってます。この動画は今日撮ってるんですけど、何でしょうかな。イースターが終わり、見せてあげようみんなに。俺のイースターで作ったグッズ？お部屋も作ったんだよね。確かお魚釣り大会で、右の部屋を魚部屋にしたの。ここから生放送でやったんだけど、ちょっと見せます。まずはお魚部屋。魚釣ったポイントで手に入れた、はい、このグッズ。傘だったり、クーラーボックスだったり、T シャツだったり。この真ん中の貝殻は違うんですけど。これをお魚部屋として作りました。ほんとあと床が欲しかったんだけどね。なんかいい床ないですかね、青い床。あとね、もう一つがイースターの時作った。俺期間限定の部屋ばっかだな。上の部屋もあるんですけど、これまだね、引っ越ししたてみたいな。何にもない状態。で、左側が。あ、てかさ、貝殻取っちゃったから。真ん中に貝殻置いてたんだけど。すっきりしちゃったな。じゃーん。これがイースター部屋です。多分みんなも同じような部屋だと思うんですけど。なんかせっかくイースターのグッズいっぱい作ったから、お部屋にしようかなと思って。結構バランスよくね、置けてるんじゃないかなって思います。ただ、俺知らないんだけど、動物の森って風習あるの？風習。あ、ベッドの向きとか、南とか北に向けといた方がいいよみたいな。リアルな風習も知らないけど、動物の森あんのかな？何しよっかね。やることないんだよな。で、昨日ちょっと失敗しちゃったんですけど、寝ちゃったんですけど、株を買うの忘れたの。お金だけ9万用意してたんだけどさ。株をいっぱい買うの忘れて、あれ日曜日しか来ないらしいじゃないですか。お金欲しいのに、お金対策とじゃ株買えなかったから、またお金を地道に稼いで、その元へ株の元金を増やしていこうかなとは思うんですけど、今、新しく俺のワールドで起こったことは、まあ、こちら橋あるでしょ？右側に橋があるんだけど、もう一個ね、左側に橋を作ったの。しかも、橋の形っていうか、まあ、橋にもね、おしゃれしたんで、和風な橋になってます、これ。江戸時代とかにありそうな。橋になりました。温泉旅館とか行くときこういう橋あるね。まあ、個人的にはここで弁慶が突っ立ってるのがね、面白いと思うので、ここで弁慶みたいな模型、あ、人体模型あるじゃん。人体模型。まあ、好きなんで弁慶が牛若丸と戦うところ。全然見えねえよ、もういいよ。全然見えへん。俺、バニーの島ってとこ行ってない気がする。バニーの島。お出かけしたい。確かね、そうそう、これ、バニーの島に来てくれ、みたいな、書いてあった気がしたんですけど、この島まだ行ったことなくて、まあ、多分、他の人はすぐ行くんだろうけど、俺ちょっと後回しにしちゃったんだよね。この人ちょっとうさんくさいし、いいやーと思って。で、ちょっとなんか、髪の毛とかヒゲとかもじゃもじゃ感が出てた、プロデューサーみたいな、テレビ局のプロデューサーみたいな、格好したバニーさんが、なんか俺の島に来てて。まあ部屋に来てくれ。部屋じゃねえ。部屋やばいな。島に来てくれってなんか言ってて。まあ分かった分かった。で、今度行くよ。約束してて。まあいい機会だから。はい、来ました。ほらほら、プロデューサーみたいな人いるでしょ。鳥が飛んでった。鳥飼ってんのか。この島。すげえ綺麗だなとは思うんだけど、狭いな、行く場所。ちょっと喋ってみますね。うわ、うさんくさい。いや、うなぎさん、本当に遊びに来てくれたんだね。怖い。怖いね。改めてバニーの島へようこそ。君の島で話したが忘れてしまったけど、私はここに撮影スタジオ。あ、やっぱプロデューサーなんだ。バニエルさん。パニエルさんだ、ごめん。パニだわ。今気づいたけど。勝手に使っていいの、このワールド。勝手に使っていいって言われにはさ、この柵があって他のとこ行けないんですけど。もう他行けないから、家の中入るわ。
あ、この部屋はピンクの部屋だね。なんとも言えぬ、すっきりした部屋だ。あ、すごい。子供部屋みたい。船と飛行機。船と飛行機があるだけですぐ子供部屋に見える。あと、車ね。車。車椅子ならあるわ。車椅子だけ。パニエルさんにはちょっと申し訳ないんですけど、帰ろう。帰ろう帰ろう。すぐ帰ろう。ホームシックなんだ。俺旅行行った時もね、もう2泊3日で十分なんで、1週間とかやるともう体が参っちゃう。疲れちゃって、もうお家に帰りたくなっちゃう。本当にホームシック。でも確かに帰るのと早く感じるよね。目的地に行くのとさ、家に帰るのって帰る方が早く感じる。寝ちゃうからかな。俺よく帰りだけ寝るんで疲れちゃうんですかね。はい。じゃあ、ワールドっていうか、まあ、自分のお家に帰ってきました。あれ？君は虫を買い取ってくれる方じゃないですか、レックスさん。同じ虫を3匹連れてきてくれよって。さっきのトカゲのお兄ちゃんがですね、虫を高く買い取ってくれるらしいんですけど、あの人なんか同じ虫を3匹、同じ虫ね、3匹連れてきてくれたら、なんか自分の作品にするみたいな。なんかよくわかんないことを抜かしていたので、今から、同じ虫を3匹捕まえましょうと。今日のやることは同じ虫を3匹捕まえることです。そして今目の前に、私の目の前にテントウムシ、七星テントウがいるので、まずはこの子から捕まえていきましょう。よし。あ、でもこれ初めてだ。これ寄付したくないんだけど、テントウムシ。やだ、これは寄贈する。あげないの、ここには。モンシロチョウ？あ、モンシロチョウも捕まえた。ただ、同じ虫3匹ってそんな都合よく出てこないよね。同じ虫だよ？うわー、びっくりした。これバッタ？バッタだね。少量バッタ。そこそこでかくてビビるわ。虫がね、ちょっとゾワゾワするんだよね。動物、いかにゲームで動物の森といえど、ね、やっぱちょっと虫の形を見るのは怖いっていうか、足が多いのがきついのかな。集合体恐怖症なので、苦手。あ、モンシロチョウ2匹目。あと1匹じゃん。じゃあ、モンシロチョウ探そうかな。モンシロチョウなら、なんか、あ、これ何これ。初めて見た。うわ、気持ちいい。あ、初めてじゃなかった。大ゴマダラ。待って、蜂いる！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 助けて！助けて！で、さっきの蜂はもういないかな。あ、待って、蜂じゃない。蜂が、モンシロチョウに変わってる。やったー！ごめん、もう3匹捕まえたわ。しかも目の前にいる。早すぎる。え？もし今目の前に魅力的な少量バッター。俺持ってるよ、少量バッター。あ、関係ないですか。で、作品を申し込みますか。これ、モンシロチョウの。あ、はい。めっちゃビビるやん。モンシロチョウ。3匹あげます。はい。このために捕まえてきたと言っても過言ではない、このモンシロチョウ。うわ、嫌な笑い。くくく。わかる。わかるぞ。俺の魂は今、喜びの青い炎に包まれて燃え上がっている。食品が生まれたら、郵送する。いらない！ストーカーか、お前。やだ！虫を郵送するな。なんか、蜂めっちゃ飛んでない？蜜蜂。アイリスの家の近く、蜂の巣があるのかもしれない。蜂がめちゃくちゃ飛んでる。ほら。かわいそう。刺されちゃうよ、アイリス。これ、アイリスの家なんだけどさ。お花畑があるから。あ、花畑とも言えぬ花か。蜜蜂が湧いている。あー、ごめんな。なんかごめんな。俺が置いたお花に蜜蜂が寄ってたかっているから。なんで蜂こんないるの？なんで海岸にまで蜂いるの？え？本当に蜂の巣あるでしょ、近くに。そっから出てきたんじゃないの？蜂の巣から。食べ物とか、蜜を求めて。ごめん。普通に喋ろうとしたら叩いちゃった。前、泥系で使った檻全部片付けますわ。ついに島の評判を良くしろって言われたわ。俺が今までやってなかった。評判、キャンプサイトを作れだって。
材、柔らかい木材、硬い木材、鉄鉱石、3点セットプラスアルファ鉄鉱石全部が必要だ。作ろう。硬い木材は持っている。木材、柔らかい木材持ってるけど、木材が少ないな。木材少ないね。鉄鉱石あるでしょ。じゃあ木材ちょっと拾いに行きますか。よし、では斧をゲットしたので切っていきましょう。やばい、これはもう逃げるが勝ち。危ない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 、びっくりしたー。ででてってで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 、大きな空を眺めたら白い雲が飛んでいた。今日は楽しい、今日は楽しい、ハイキング。ちゃんと作ってきたぜ。これでキャンプサイト完成だ。で、これを設立するんだよね。これを。どれだっけ？これだ。これを立てると、あー、ここじゃない。あ、いける。いけるいける。決めた。キャンプサイト作ったわ。ここにしたわ、結局。川沿い。ここでいいんじゃないか？で、一日待てばいいのかな？すげえ時間かかるなぁ。明日には、だってやっぱ明日か。なんだかんだ40分やってました。結構やったんですけど、今日はこの辺にして明日のキャンプをね、キャンプサイトができるのを待ちたいと思います。ということで今回は終わりにします。お疲れ様でした。ありがとうございました。